いやでもこんな日が来ると思って、しかもまさかの同級生っていう。同級生で3年生まれYouTuber でおらんのちゃう。急遽のこれコラボというか、ジョジョ園踊ってくれるって言うから、だからいきなり私ペース開けることになって。ヒカル君は俺のことどう見えてたなんていうか、とにかく、武闘派、武闘派の山。初めて会った時が実は4ヶ月5ヶ月前ぐらいで、その時に会った時に、すごいエネルギッシュで、YouTuber 一、肌があるというか、なんかオーラを感じたのは実際。マジでめっちゃあげるやん。ほんまにお世辞とか抜きで、こびるとかじゃなくて、ガチでオーラあるなって、多分会った時と動画の時言ったら、あっぷりのがはるかにいい。マジで。ヒカル君会った時は、思ったよりひょろい感じがした。けど、喋ったらもう動画そのまんま、どんな話してもそんな喋り方すんねや、みたいな。関西人と喋っとうってのがな、ちょっとすごいかも。あんまなかなかないから、大阪の子って。なんかよく似てるって言われるね。似てるようで似てない。そんな俺お金使えへんもん。俺も全然人殴らへんもん、そんなどういう感覚でああいう1000万とか使ってんのかな。他にやってない人がやってないからやれるっていう、なんか他やってたら多分やってないけど、新しいことをしようっていう、その前人未到に挑もうっていう、若干とか似とるの。ジョーさんは YouTuber プロボクサーってありえへんかったところに挑戦するっていう、新しいことに、そう、新しいことにっていうのと、感覚的には似とるかなっていうイメージ。そのチャレンジのジャンルが違うっていうか、そういうのができひんから別のところでなんか違うのをしようかな。海外に行ってなんかいろんなことするたびにすげえなって、もうよくそこまでいけるなって、逆にそこはすごいなって。視聴者の層は多分すごい見とって、男性視聴率が俺 88% でもジョーさんもそれぐらいだと思う。いや無理しぐらいしぐらい、ほんまに9割近く男が見るっていうので言ったらすごい見とって、でもちょっと違うし、喋り方とかもあるやろ。癖強いっていうか、関西弁の怖く見えるというか、女性からすると道頓堀だなってもう今日はめっちゃ真似するやん。でもなんか視聴者の人らは仲悪いんちゃうかとか言って、ヒカル君俺のこと結構嫌いだろ。いや嫌いっていうこともないけど、全然明るく炎上した時にバリューの動画とか、ああマックスバリューの動画キンダーボーイズの仲がいいから、いつか関わってくるんかなと思っとって、嫌いとかもなんもなくて、逆に関西やから雰囲気的に世間の見方としてちょっと対立するように見えとるかなとは思う。ああなるほどなるほど。お金結構バー使って、逆に使わずにっていうタイプで、ちょっと一回お金の企画とかまたいつかね。俺やりたいことがあって、一緒に旅行行くっていう、うん、おお海外に1000万円持って、それを割り勘でやって、割り勘で割り勘でヒカル君ってさ、動画撮影する時とかってどういう感情なの。例えばさ、感情は結構やりたいことをそのまま動画にするみたいな。でやっぱ結構もうビジネス再生されそうやなとか、視聴者が楽しんでくれそうやなっていうところはやっていきたい。俺自身は興味持つことがすごい少なくて、正直漫画とか映画ドラマが好きなもんがなくて、あと女の子ぐらいで、うん、あ女の子好きだ。そこはジョーさんと一緒で、うんバレてるやん俺女の子特におっぱいが好きで、おっぱい好きなの。いや、そこまで俺はちょっとなんていうか、そっちじゃない。コアなんやっぱ。いや、それはダメ。二の腕とかコアなとこなんや。多分変態やわ。お金を使っているイメージがつきすぎて、視聴者もお金を使った方が盛り上がっちゃう。お金を使うのに僕の視聴者も楽しめるようなこともやっていきたいとか。ああもうそうなればもう全然出陣しますよ。ピッチハイクでもいいんで。やらしてすげえハートフルやから、あそういう部分似てんのかなとか、何か物事に対してストイックというか、うん、熱中してるみたいな。ある意味で俺も多分ストイックだと思う。うん、1000万あったら何する。1000万100万って何します。そう、動画で100万使えって。あ動画でってこと。動画か。そう、動画絶対100万使わなかったら何使うんかな。1000万とかって無人島買いたいとか、無人島買う村とか作りたいとか、映画作りたいとか。ああちょっと YouTube とはちゃうかもしれないけど、そういうようななんかこう感覚になってまうな。作品を作りたいみたいな。うん、それで撮影できんやったら撮影するみたいな感じが結構俺のスタイルかもしれない。挑戦したいことがあって、あこれ動画になるやん、でこれにしようみたいな。確かに俳優で持ってもおかしないような顔。いや俺もほんまそう思ってる。調子なんだよお前。ああなるほど。これ今後ね、今後将来的に、将来的に、まあなんか YouTube をもっと沸かせたいっていう気持ちと、沸かせるために例えばジョーさんと何かやる方でめっちゃ沸いたりとかするやったらやっぱやりたいしとか、視聴者を沸かせていきたいですね。どんどんと YouTube をもうどんどん盛り上げて、盛り上げていきたいなーって。視聴者にどんな影響を与えたいみたいな。あそれは何かに対して夢中になれるものを見つけてほしいっていうのはあるかもしれないです。なんかその嫌なことがあった時とかにそれをプラス思考に変えたりとか、僕基本ポジティブな姿だけを動画で通して基本的にやってるんですよ。そのポジティブな姿を見てポジティブになってほしいとはある。ああそうなんや。あんだけ炎上してもこんな楽しそうにやれるんやったら、私を見ておきたことなんか大したことなかったんじゃないかって思ってほしいとか、そういうのは若干あるかもしれない。ジョーさんのやつもやっぱあるじゃないですか、ボクシングに普段、普通だったら挑戦しない
じゃないですか。あ、私も挑戦中だ。別に26歳、25歳からでも遅くないんやなっていうか、うん、それを感じますよね、なんかそれ見てて。うん、いや、俺はもう自分のしたいことを好き勝手やってるんやけど、まあ、それに対して俺は熱中してて、本気出してて、まあ、その背中を見て、まあ、一歩踏み出す人らとか、なんか熱中してるとか、別にジャンル違えど、日常の中で元気になってほしいなとか、うん、そういうふうに YouTube では思ってるけど、ちょっと自己満に近いかもしれない。もちろん視聴者もおるけど、ボクシングやるぜって言ったら、今まで旅やってたのにもっと旅してよとか言って言われたりするけど、いやでも今俺は一つのことに集中したいからボクシングやりますって言って言ったことは絶対やろうみたいな。自分が楽しんでる姿を見てもらいたいって言ってやる。楽しくないとできんから。マジで YouTuber がやらんようなこと俺したいねんな。それがすごいな。なんか YouTuber ってだけでイメージあるやん、ああいう人らねみたいな。でそのイメージをもうちょっとぶっ壊したいなと思って。君、俺気になるのはお金のことどう思ってんのかなっていう。お金のこと、どう、お金とは何か、うん、もうほんま金くずだと思ってるぐらい。お金はまず一個、プライベートでの僕のお金は生きるために必要なもの、人だけにあればいいからっていうのがもうプライベートの自分、うん、でも光るんだって時の自分はいかに俺を輝かせるためのものか。あー、ツールとして、ツールとして、そしてあと視聴者の人がそれを楽しんでくれたらいいかなっていう。初め100万から始まって、うん、数百万も1000万まで来てるわ。どえらいもんやと思うんや。確かにどえらい。でも結構ポンって感じやん。そんななんか別に1000発まって出すっていうよりも、もうその時は気持ちが高ぶっちゃったら1000万円と思ってないというか、そこに意識はなくてガンガンいけちゃうっていうか、なんかお金をしたことにあんまり恐怖心もなくて、なんか持ってても墓もでもできへんっていうのもあるし、なんか持ちすぎてたら楽しくないっていうか、そうなんていうか、ヒヤヒヤしてたいっていう、ちょっとだけでもいいから、ヒヤヒヤしてたい。スラムが行くような感覚と一緒なんかもしれないな。ちょっとこうスリルを冒険したい。別の意味でちょっと似たかもしれない。そこは確かに。お金には俺そういうの全然ないけど、その感覚なんやろな。なんか安定したくないっていう思考があって、うん、なんか安定してない自分が好きというか。うん、いやほんまそうやわ。ホームレスになるなとか思えへんの。いや、全く思ったことない。今とにかく若い時にやりたいことやっとこうかなって。普通そんな病気だって、その体が動かないのか分からんし。うん、今日も見てくれてありがとうな。今日も見てくれてありがとうな。動画がええなって思ってくれたらチャンネル登録ほんまよろしくな。見てないで。動画がええなって思ってくれたらチャンネル登録ほんまよろしくな。俺にやってほしい企画があったらどしどしコメント欄で言ってほしい。みんな人生楽しもうぜ。